新タグすごい数多いからね。ね、今からオタクにマジでお前来んの。いや、いいけどさ、え、うちの家さ、ゴキブリいるけど大丈夫？いろいろこだわりがありそうね。まあ、ゴキブリにはこだわってるよ。え、これさ、住民たちがやってくるときって、ゴキブリってどうなるんだろう？俺、ゴキブリと共生してるからさ、まあ、ペットみたいなもんよ。これって大丈夫なんかな？まあ、ペットだし大丈夫か。はい。で、フランスはがやってくると。のそのそやってくる。お邪魔するわよ、金くれ。やばいね、強盗みたいだな。おい、お金よこせよ、お前、みたいな。強盗のフランスは。そして、俺があげた服に身を包んでると。あ、そうよ。あなたにお土産を渡したかったの、そうなんだよ。ね、なんか仕様かどうかわかりませんが。ね、こういった形で。マジで言ってんの？フランスワの写真。もし使わなさそうだったら誰かにあげても構わないわ、金くれ。こんなものもらっていいんすか？ちょっと待って、やばくないか？お前唐突に家に来てフランスワの写真ってちょっと待ってよ。え？これってどういうこと？え、とんでもないものをもらったんだけど。反応に困るな。え、これってさ、好感度に関わらずもらうことできるんかな？ね、ちょっとそれが気になりますよね。たまたまなのか、それとも、やっぱりその好感度が高いからもらえたのか、どっちなんだろう。ちなみに、フランスワの写真に関しては、もらってるんですよ。結構前にもらっているので、どうなんすかね。これはまた新たな写真のもらえる方法みたいな感じかな。なんかそんな感じがしますよね。え、写真ってなかなかもらえないじゃん。え、物をあげて、そのお返しにもらえるみたいなイメージがあったんだけど、まあ、イメージっていうか今まではそうだったんだけど、写真もらえる仕様が若干変わってるね。嘘。え、びっくりだわ。こんなことありえるんだ。あ、これはね、確かハイ&ローってやつ。これさ、バリエーションってどうなんだろう。いつもさ、ハイ&ローって言われるんだけど、多分ね、複数ルールがあるんじゃないかなと思っているんですけど、どうなんでしょうか。あ、間違えた。聞きたいになっちゃったね。これさ、確か飛び盛り時代にもなかったっけ。で、これはね、明らかに俺が有利なんだよな。だって7じゃん。で、7より上って8と9しかないからさ。え、これどうなの？はいはいはい、わかりました。小さいやろこれ。まあ、大きい選ぶやつはそんないねえだろう。はい、5でした。はい、勝ちです。ってことで、実2つアイテムがもらえると。いやー、写真もらえると思わなくてびっくりしたわ。え、これはね、写真がかなり簡単にもらえるっていうことではないでしょうかね。まあ、このイベントが発生するのがちょっと運要素が強いので何とも言えないところなんですがね。これはこれでね、すごいんじゃない？ねえ、フランスは。あら、傘立て。いや、傘立てなんでそこら辺にあるじゃん。こういうの実家にもあったのよ。実家、お前の家にないの？じゃあ今のお前の家にはないのか。うふふ、なんかいろいろ思い出すわ。懐かしい気持ちにさせてくれてありがとう、金くれい。いや、懐かしい気持ちっていうか、まあ、センチメンタルな気持ちになるよね。てか、住民たちめちゃくちゃ見るよね。うわ、勝手に座った。いや、まあ別にいいんですけど、勝手に座ってるな。え、どう？座り心地は。え、お前座りながらポットカバーの方突っ込むの？母のポットカバーね。大切な人の手作りかしら。なんだか焼けちゃうわ、金くれ。あ、焼けちゃうの？あ、いえいえ、別に焼けてくださいよ、ぜひ。アイアンワークテーブルはあなたの自慢の家具かしら。このちょうどいい感じ、自慢になるのもわかるわ、金くれ。いや、自慢かどうかわからないけど、確かこれね、2階とか地下に行くとついてきてくれるんですよね。これさ、こっちの部屋に行ったらついてきてくれるんかな。2階と地下については確認取れてるんだが、横の部屋はどうでしょうか。あ、ついてきたね。なんかこの間ついてこなかったんだけど、何の仕様だこれ。ほらほらほら、ゲーセンだよ。もしよかったら他の部屋も見せてもらえると嬉しいわ。いや、だからさ、ついてきたじゃん。ダメなん、ここ。家具一つで部屋の印象は随分変わるものよね。あなたらしさが溢れてて素
敵なお部屋だと思うわ。でしょ？ここいいでしょ。俺のお気に入りよ。とっておきだからな。ぜひぜひ巡回してくれ。好きに巡回してくれていいんだぜ。ほら、ソファーあるぜ。また座ってるお前。しかもさ、雑誌を読むんじゃない、人の家で。人の家で読むんじゃないよ。しかもどこにも入れてたんだ、それ。何、ポケットにしまってたん？何、俺のポケットと同じで、四次元ポケットなんか。なるほどな。しかも目の前にテレビがあるのに、あえてテレビを見ないのって、なんか理由あるの？ダブルソファーはデザイン優先で選んだの何？お前それ座り心地が悪いっていうことか。それとも座り心地？そしてあなたは誰かを選ぶとき見た目で選ぶの何これ？何？なんでそこに繋がってくるの？意味わからないわ。見た目で選ぶの中身で選ぶの？ごめんなさい。ちょっと踏み込みすぎちゃったわ。いや、踏み込みすぎとかそういうレベルじゃねえよ。まあまあ落ち着けよちょっと。ほら、ここにさ、自販機があるんだよ。俺の家ね、結構万能で、自販機があるからさ。しゃあねえなあ。リアルゴールドでも買ってあるよ。ほらほらほら。はい、これ。お前プレゼント。あなた、壁には何も飾らない人なのね。何それ。なんでそこ突っ込むの？痛いとこつくなよ。好きなポスターとか飾れば、また雰囲気は変わるかもね。けどね、マジレスすると、壁はね、そんな興味ないというか、まあ、飾ってもいいと思うけど、まあ、ここに関しては好み分かれるんじゃないかな。だってさ、壁に飾ると圧迫感あるじゃん。分かりますか？圧迫感ありますよね。ですので、俺はあんまりね、そういうの飾りたくないんだわ。リアルの世界でも、あつ森でも。あんまり好きじゃないんですよね。うまく言葉にできないけど、なんだかあなたの部屋って洗練されてる気がするわ。まあ洗練されてるというか無駄がないって感じよ。まあ非常にシンプルだと思いますね。シンプルイズザベスト。まあ洗練はされてるかどうかわからないけどね。いやまあ住む人を表すって言うけど、あれって本当だったのね。だってこの部屋にいるだけで、あなたとおしゃべりしてる時みたいに楽しい気持ちになってくるもの。はい、ってことで、これさ、そういえば、あ、お客さんが来てる時もしまうことできるんだ。これできないと思ってたわ。あ、でもさっきしまえたか。なんか昔はしまえませんでしたよね。誰か来てる時って。本作ではしまうことできるんですね。で、あとさ、かぶってこれどうなん？しまうことできるの？無理か。無理っぽいな。腐った株。無理っぽそうですね。どうですか我が家は。ポイント的には何ポイントですか？どうですか我が家は、フランソワちゃん。何ポイントぐらいですか？ぜひポイントを教えてください。ハッピーホームアカデミーみたいに。この部屋に飾ってあるものって、お店で見たことないのが多いわね。あなたはなかなかやるじゃないかね、クレイ。いや、お店っていうか、まあ、自分で作ったものもあるから、売ってないものもありますからね。そういえば、自分で作った家具の方が点数高いらしいね。エソソオンラインになった。やばいな。俺の動画にめちゃくちゃエソソ出てくるな。別にいいんだけど。グランドライトをこの位置に置くなんて、センスが光ってるわね。シャ様すごい。さりげなさの中にも存在感があって、素晴らしい部屋の引き立て役だな、カニクレイ。でしょ？グランドライト、それね、お気に入りなんだよ。っていうことで、後にしましょうか。うちの家を後にしましょう。ちょっと待って、お出かけの予定があるの？いやー、予定があるというか、お前いつまで居座るの？なんだ、それなら言いなさいよ。今日は私も帰るわ。また一緒に遊びましょうかね、クレイ。うん。なんか面白かったかどうかわからないけど。まあよかったよかった。はい、バイバーイ。ってことで、フランソワちゃんでした。皆さんいかがだったでしょうか？我が島のアイドル、フランソワ。ね。まあちょっと厚かましいやつではあるけど、くるみオンラインやった。ちょ、みんなさ、オンラインなりすぎじゃないか、さっきから。なんか俺の動画さ、毎回誰かオンラインになったよって、ポップアップされるよね。これさ、どうにかならないんかな。いや、別にいいんですけど。じゃあ逆に言うと、俺もポップアップされてんのかな。社畜が、いや、社畜っていう名前でやってねえわ。〇〇が、ね。オンラインになりましたみたいな。またあいつオンラインになってるよって思われてるのかな。なんかそんな気がするな。ね、謎の出演みたいな感じで。はい。まあそんな感じでございますと。お、フランソワ、さっきは、うちの家によく来てくれたね。こんにちは。しかも何食べてんだよ。あら、今日は本当によく会うわね。いや、多分ね、外で会ったのはこれが初めてよ。
たださっき喋りかけられたから仕方なくね応答しただけですよ。ね、何か聞かせて。広場の石畳にとっても気に入ってるの。あー、このね会話はこないだ聞きましたよ。恒例ですね。あら、どうしたの金クレイ、おしゃべりしようぜ。この服に使われてるマイデザイン、じゃがりこ T シャツって言うんです。シュガートーストのくるみさんが作ったの、どう似合うでしょう。あ、結構前の話だな。もう1年半ぐらい前だけど大丈夫か、その話。懐かしいね。あら、どうしたの、世間話もしようぜ。この前私すごくいい買い物をしたの。ずっと欲しかったハンドタオルなんだけど、ずいぶん安く買えたのよ。あ、そうなんだ、よかったね。なんだか私2個で〇〇〇ベルって言葉に弱いみたいで、つい無駄遣いしちゃうのよね。わかるぜその気持ち。おかげでうちには使わないものがどんどん溜まってくの。いや、それはちょっとダメじゃないか。うん、それはちょっとやばいと思うよ。小遣いくださいマイフレンド。いや、お前友達に小遣いをせちるのか。やばいな、恐喝だぞ恐喝。恐喝は犯罪ですよ、やめてくださいよ番長。いや、番長ほんと怖いからな、怒らしたら。ここで出会えた偶然はもしかして必然だったりする。いや、知らないよ。俺さ、男だよ。男口説くのやめようぜ。せめて女にしてくれよ。つまり君も僕に会いたいと思って探してくれたりしてないか。謎すぎるなこの会話。てかさ、人口密度今日多くね。おや、誰かと思ったらチークじゃないか。実はちょうど君のことを考えていたところさ、最近どうしてるのかなって。うふふ、不思議だね。久しぶりに君の顔を見たらなんだかホッとしたよ。だろ、いるだけでホッとするってよく言われますからね。いや、ごめんなさい、ちょっと言い過ぎました。いや、けどまさかさ、写真もらえると思わなかったよね。びっくり仰天だわ。あ、こんなもらい方あるんだって思って、本当にこれはびっくりした。まさかもらえると思いませんでしたからね。それ本当に。これ何、食品トレイ330ベル。あ、そうなんだ。あ、買っていきましょうか。まあ、新株に関しては積極的に買ってきたところ、でマジでね、全体的に新株が増えたなと思いました。で、2台か、2台いいね。これは結構汎用性高いんじゃない。なんか最近こういう家具増えてきたよね。はい、ってことでたぬき商店後にしましょうか。いやー、マジでね、こういう家具が増えてきたなと思いました。さてさてさて、やることは盛りだくさんよ。みんなどう、調子は。あつ森やること多すぎてさ、困っちゃうよね。けどやっぱり家具集めが当面の課題かな。やること多いからね。はい、ということで今日の動画この辺りで一旦終わりましょうか。まだチャンネル登録お済みでない方がもしもいらっしゃいましたら、ぜひこれを機会にチャンネル登録して、これからも動画を見ていただければ幸いです。よろしくお願いいたします。おそらくあつ森をやってる方であればチャンネル登録しておいて損はないんじゃないかなと思いますね。ではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ、じゃあね。